舞妓とブランコとさんとはですね、なかなか、なんだっけ、去年の1月だな。いや、今年あ、そう、今年か今年の1月に、そう、一緒にライブやらせてもらって、まあ、その時に、やばいんじゃないかと、ね、今、結構その、なんつうの、シューゲーザーとかっていうようなジャンルって、なんかこう、僕は来てるんじゃないかと思ってて、まあ、そういうまんまとは、受注にハマったみたいな感じになっちゃってね、なんか素晴らしいバンドだなと思います。あと、ね、うちの9月1日に、毎年、やってるイベントがあってですね、で、今年もやるんですけど、そのイベントにもまた舞妓とブランコさんが今回はうちの、次回はうちのイベント出てくれますので、ね、今日また見て、だいぶやばいからな、舞妓とブランコかっこいいですからね。リハやばかったもん。リハーサルでやばかったから、本番はもうすごい今ハードル上げていますけどだから、ちょっと、もうちょっと舞妓とブランコまでもうちょっと我慢してくださいね。何やろじゃあ